こんにちは、マキシマムザディオくんかば。笑ってあげない、キリン。今回は下ネタ考察系のキリンさんで笑ってはいけないをやりません、しません。下ネタ考察系のキリンさんじゃないキリンさんで笑ってはいけないやります。下ネタ考察系のキリンさんはちょっとまだ僕には早すぎますね。こちらのね、キリンさん紹介系VTuberの方のキリンさんで笑ってはいけないやっていきます。この方は僕の知り合いです。ツイキャスで出会ったんですけど、なんだかんだもう4年くらいの付き合いになるんですかね。そんな絡んでないけどね。たまに俺の生配信来てくれたり、コメントとかもしてくれたりね。そう、あ、違う、あ、俺全然忘れてた、カバ、語尾カバだった、カバ。こいつのせいで俺の語尾はカバになってるんだ、カバ。1ヶ月間マジで許さない、カバ。なので今日はこのキリンさん紹介系 VTuber で笑ってはいけないをやっていって、恥を晒していく、カバ。なんで語尾カバのやつがキリンミランバいけんのよ、カバ。おかしいやろ、カバ。ここは動物園、カバ。それでは早速やっていく、カバ。レッツカバ、3、2、1、YO! サンディエゴ、オーケー。このキリンさん紹介系 VTuber の面白いポイントは声、カバ。俺はこの人の声が好きって言ったらなんか語弊があるけど、面白くていいと思ってるカバ、長所であり短所だと思ってるカバ、皆さんも彼の声で笑ってほしいカバね。それでは早速見ていくカバ。キリンさんは実は1年前くらいに VTuber になったカバ、可愛らしい女の子のキャラになってるカバ。じゃあせっかくだし自己紹介動画を見ていくカバ。うんうんうん、はい、ちょキリンさんカバ。そうなん、カバ。実はキリンさん、女の子モデルの VTuber なのに、声は変えてないカバ。めちゃめちゃ普通におっさんカバ。これが長所であり短所カバ。最初の破壊力はすごいカバ。はい、チャオス、キリンだよ。私の自己紹介動画を撮りたいと思います。うん。それでは始めましょう。まずはですね、名前なんですけど、うん、名前はですね、まあ、キリンさんと申します。某考察系の方。自分でも名前かぶってるってことは分かってるかば、この人。それでも名前は変えないかば。彼はキリンかば。某考察系の方ではありません。私はキリンさんという名前でございますね。で、もう一つ別名義で、あんこ銀河コンどんな別名義かば。名前キリンさん、別名義、暗黒銀河皇帝って何かば。ダークネスギャラクシーエンペラーかば。稲妻イレブンの全ての要素を足したみたいな名前かば。もう一個の別名義でございまして、まあいろいろあると思いますね。まあ年齢は、まあ一応まあ、まあ今回はちょっと伏せておきたいと思いますね。思います。で、まあですね、まあ動画と。うざいカバ。今こいつ一周ウインクしてたカバ。ムカつくカバ。ほら、ウインクしてるカバ。やめてほしいカバ。この声でウインクしてほしくないカバ。よく見たらアイコンもウインクしてるカバ。なんだこいつマジ。2015年に動画を投稿しました。まあそれから6年くらい動画を投稿しておりますね。急なブラックアウトやめてほしいカバ。そうなんですよね、カバ。実は俺、キリンさんと同期カバ。キリンさんと動画投稿を始めたタイミングは同期カバ。ただでもキリンさん、このチャンネルの前にニコニコでも動画やってたカバ。ニコニコから数えるとキリンさんの方が実は先輩カバ。好きなアニメなんですけど、ロボットアニメとかが基本的好きですかね。好きなゲームはですね、まあ、テイルズだったり、スーパーロボット対戦シリーズだったり。まあこれにて自己紹介動画終わり。終わった。すごい早い自己紹介だったカバ。伝えたいことそれだけでいいカバか。まあいいか。それではまた次の動画でお会いしましょう。声が高すぎるカバ。なんといってもキリンさんの一番の武器はこの最後のバイオスカバ。その最後のバイオスの声の高さがその時のテンションによってめちゃめちゃ高かったり低かったりするカバ。もう一時期はこのバイオスを見るためだけにキリンさんの動画を見てたカバ。もう本編全部飛ばして最後だけ見てたカバ。ってな感じで、これがキリンさん紹介系 VTuber カバ。見てもらったらわかる通りなかなかヤバい人カバ。前回までのあらすじ、笑ってはいけないキリンをすることになった中澤が、そのキリンは考察系のキリンじゃなくて紹介系のキリンだった。はい、じゃあ女キャラのくせに完全に声がおっさん。某考察系の方実は気にしてた名前かぶり。もう一つ別名義で暗黒銀河皇帝謎の別名暗黒銀河皇帝バイオス終わり際のバイオス、圧倒的ヤバス全開のキリンさんを前に中澤は理性を保つことができるのか。後半戦スタート。まあ今ので分かったと思うんですけど、なかなかヤバい人かば。ここ最近で一番再生数が多いこの玩具人形劇トランスフォーマーウォーズ第5話見ていくかば。玩具人形劇かば、いきますかば、うん、いやーみんな、ジム2だ。みんなお久しぶり。みんなはエネルギーって何を想像するかな。まあエネルギー
冒頭で説明するタイプのあれかも。社会科見学で行く施設で見るビデオの冒頭っぽいかも。エネルギーって何を想像するかなはやばすぎるかも。あと手が見えてるかも。確認するかも、ちゃんと。なんでこれでオッケーにするかも。そういうとこやぞ、マジでお前。あー、すいません。カバー。エネルギーって何を想像するかな。まあエネルギーっていろいろあるよね。今回そのエネルギーにまつわるお話だ。さあみんなも、みんなも叫ぼう、トランスフォーム。もうやだ、噛むなカバー。人形劇で噛むなカバー。しかも自分から問いかけたくせに。エネルギーって何を想像するかな。まあいろいろあるよねって。まあエネルギーっていろいろあるよね。やばすぎるかもこいつ。なんだカバー一体。さあみんなも、みんなも叫ぼう、トランスフォーム。さて今日のトランスフォームはディセプスコンの騎士から物語を始めていこう。メガトロン様、これがそのエネルゴンでございます。スタースクリームよ、なんだこれは。これっぽっちのエネルゴンしか集められんかったんか。いやそう言われ全部声が一緒かば。何もかも一緒かば声。逆にすごいかば。もう賞賛かば、逆に。逆賞賛かば。スタースクリームよ、直ちに向こう側エネルギーを奪ってくるのだ。了解しました。さてところめちゃめちゃ実家。トランスフォーマーの世界観に襖とか出してほしくないかばね。あと雑かば、なんかこの自分たちの拠点のところが布団見えてるかば。敵のところもだったかば。めちゃめちゃ布団の上かば。今回の私が我が輩が開発した向こう側エネルギーはなんとクリーンなエネルギーでゴミも出ないし、環境にもうええで。なんでそんな噛むかば。おかしいほど噛むかば。しかもこいつ今一人称間違えたかば。今回の私が我が輩が開発した向こう、さすがにこれは最後まで見れないかばね。部屋紹介してるかはキリンさん。はい、チョースキンだよ。ですね、まあ、今回はですね、まあ、唐突ながら部屋紹介をしたいと思います。私の部屋を紹介したいと思いますね。ではですね、まあちょっと唐突ながら部屋を紹介していけ、私の部屋を紹介していけないなと思います。まずはこれで、ここからですね、めちゃめちゃ実家のタンス。これ絶対、しかも母ちゃんとか父ちゃんとかが使ってたタンスやろ。カバー完全に、だって古すぎるカバー。でここにまああのおもちゃとかの箱とかガンプラとか置いてますね。でここにはあのフィギュアとかがいろいろとありますね。こんな感じで、こんな感じであります。なんか嫌なことあったんかカバー。どんどんテンション下がっていってるカバー。なんかあったカバー。まあ人間いろいろあるカバーね、しょうがないカバー。うん、完全にあの電動マッサージ機みたいなものが見えるかも。通称電魔かば。電魔見えるかも。まあ普通にマッサージとして。いや、この話はやめよう。気持ちが悪い。で、ここが箱類だ。箱多すぎるカバー。多分四方箱で固められてるカバー。なんかの結界カバー。最後、まあじゃあバイオスだけ聞くか。ば。では次の動画でお会いしましょう。バイオステンションが低いバイオスだったカバー。ふけ。ということで、笑ってはいけないキリンさんだったカバー。まあ皆さんも暇な時、キリンさん見てはいかがでしょうかカバー。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよカバー。